ドゥイケチャドバです。大宮ルティーチャー松本山ガニ勝ちました。いやー、久しぶりの勝利。いや、この試合は本当に選手全員が素晴らしかったです。その中でもね、特に素晴らしかった選手いましたので、それも踏まえて山ガセの振り返りしていきましょう。はい、両チームのスタメンです。この試合は大宮、菊池選手がトップ下でスタメン入りしました。菊池選手は前節途中から入り、ボールの収めどころとして機能してましたし、プレスなどいいところありましたので、この試合もねいい活躍してくれましたね。対する松本は 3-4-1-2 のスタメンとなりました。ただ松本は守備時に 5-2-3 といったフォーメーションになってまして、その松本の前線の3人はねプレッシャーが緩く、人はいるけど立ってるだけの状態が続いたので、大宮としてはねやりやすくて、大宮の2センターバック、河本選手、西村選手とボランチから降りてくる三門選手、この3人で落ち着いてボール回せました。それに加えて両サイドバックの川面選手、真渡選手がね、松本山雅のウィングバックがプレスに来れない、ちょうどいいポジション取りでサイドのスペースでもボール受けることができましたので、非常にねボールが回ったゲームとなりました。また松本はこの2トップとトップ下の選手がね3人前線に張っているので、ボランチの小島選手がプレスを受けずに余裕を持ってボールを配球する機会が増えました。小島選手を自由にさせたらあれぐらいやるよねっていうぐらい、この試合小島選手のいいところが存分に出たゲームでしたね。小島選手から裏に走り込んだ川田選手や黒川選手へのパスの供給とかで、プレスが甘いと見るやミドルシュートも積極的に打った小島選手、この試合黒川選手が2ゴール1アシスト1起点と、全得点に絡んでたんで、さすがに黒川選手 MVP なんですけど、小島選手も、数字には現れないけど、大宮サポーターみんなが小島良かったよね、素晴らしかったよねというような素晴らしい出来でした。攻撃だけじゃなく守備陣も松本山雅のシュートを0本に抑えて、完璧と言っていい出来でした。そして後半、前々節の秋田戦で痛い目にあった追加点取れない問題、その問題をですね後半開始早々、約26秒で黒川選手のゴールで解決してくれました。このシーン川面選手の守備もザ・川面といったような感じで良かったですし、菊池選手もボールを収められるのでサイドで受けて、川澤選手の上がりを待てる、でそこから左足の高精度クロス、いい連携でした。ただちょっと気になるところがあって、黒川選手のあのゴールパフォーマンス、あの追い神事みたいな、分かる人いるかな、お笑い芸人の和牛の水田さんがやる追い神事みたいな、あのゴールパフォーマンス何だったんでしょうか。それがねちょっと気になりますね。ゲームに戻りまして、まだこの日のね大宮は止まりませんでした。3点目はね自陣で相手のパスミスを回収した真渡選手が右サイドの高い位置で構えていた黒川選手にパスしたところからゴール生まれるんですけど、真渡選手がパスミスをカットした後、その後相手のペナルティエリア内まで全速力で走っていく、このスプリント力、スタミナ力、すごかったですね。できればね一発目の柴山選手のところで決めたかったんですけど、その後もプレー続けて、勝負決定づける黒川選手の3点目取れたのは良かったです。さらに4点目、このシーンはね三門選手と黒川選手のワンツーで崩して、最後は三門選手のクロスに中で待っていた中野選手のゴール。三門選手はねサイドの深いところまで上がってクロスというのも、大宮はなかなかこれ見れない形でしたので、それだけね押し込めてたっていうのは良かったと思います。で三門選手ロングキックの精度高いので、クロスの場面でも中に入ってくる中野選手にぴたりと合う絶妙ないいクロス、その中野選手もね最近はスーパーサブとして本来の力発揮し始めました。しかもこの試合はかつての恩師七海監督の前ということで、中野選手自身も嬉しいゴールとなったんじゃないでしょうか。3点取っても引かずにね攻められたってのは、下田監督のガンガン行こうぜサッカーをねこの選手が体現できてるっていう証なので、本当にチームとして良くなってきてるんじゃないでしょうか。あとは3点目の黒川選手や4点目の中野選手のゴールの後、ゴール裏に向かって吠えていて、サポーターをね煽るとまではいかないんですけど、喜びを共有してくれるのは
良かったですね。今までゴール裏にあんなパフォーマンスするみたいなあんまり見なかったので、ああいったね、まあ、プレー以外の場面でも、まあ、サポーターとして非常に嬉しいなと思いました。まあ、ということで試合終わってみれば4得点対象と、 いい試合でした。まあ、5節長崎戦以来のホームでの勝利ということで、そして次節もねホームで行われる東京ヴェルディ戦、まあ、ホームでは最近いい試合できること多いので、まあ、次節もねしっかり勝ちましょう。そして今節を終えての順位表がこちらとなります。まあ、今節は割と下位が勝ち点取ったので、まあ、大きな順位アップとはなりませんでしたが、とりあえずは最下位脱出、まあ、ただ次節にも降格圏抜けられる状況はできましたので、このいい流れのままね行きましょう。次節もね絶対勝利しましょう。ということで今回の動画以上となります。次節もね大宮が勝って気持ちよくレビュー動画撮りたいと思いますのでね、しっかり応援しましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。